デモイン910巡洋艦、デモイン910巡洋艦、デモイン910巡洋艦デモアンヌクラスヘビークルーザーは、アメリカ海軍の従巡洋艦の艦級。本級は、従巡洋艦として建造された最後の艦級であり、1948年から1949年に、かけて3隻が収益した。ボルチモア級、オレゴン式級10巡洋艦の拡大改良型であり、 新型の8インチ速射砲が搭載された。軍縮条約の制限を受けずに設計された本級の排水量は、基準排水量で1万7000トン以上と、土球時代の戦艦並みに達した。第二次世界大戦中のアメリカ海軍の巡洋艦の任務としては、駆逐艦軍と連携しての敵水雷戦隊への雷撃支援任務や艦隊の母語、 適正海域における単独での長距離紹介や襲撃、長距離兵単戦の紹介が想定されていた。そのような偵察、襲撃といった元来の役目に加え、巡洋艦は太平洋戦域における有力な水上戦闘艦として高速空母任務部隊の護衛や、さらには敵地上部隊への砲撃、水陸両用作戦における火力支援など、 広範な任務を割り当てられ、任務部隊のようと位置づけられるようになった。また、1942年に発生した複数の海戦において、アメリカの巡洋艦は多大な被害を被ったことから、日本海軍の巡洋艦軍を撃破可能な火力を備えた艦の必要性が認識された。この問題への回答として合衆国海軍は、日本海軍の巡洋艦を アウトレンジ可能な新型速射砲であるマーク16新型8インチ自動砲を搭載した新型従巡用艦の建造に踏み切った。これは全球のボルチモア級より大幅に装填速度が向上している。アメリカ合衆国が建造した最後の水上砲専用を従巡であると同時に唯一マーク16新型8インチ自動装填砲を装備し、手法のみならず、 艦隊を大型化し走行無強化した本級は水上戦闘を主眼として設計された第二次大戦型の巡洋艦デザインの最高峰とされる。前述の通りデモイン級の最大の特徴は自動装填装置を備えた55口径8インチ自動砲 MK16 である。かねてより艦船局は軽水理装薬を使用した大型速射砲の必要性を訴えていた。 すなわち、ウースター級系巡洋艦に搭載された47、口径6インチ業用砲 MK16 と、本級の55口径8インチ対艦砲 MK16 である。その自動装填装置によって、全級のボルチモア級1 0順に搭載された、MK15 の2.5倍以上の発射速度である1門、あたり毎分7から10発の射撃が可能であり、 東急はこの砲を3連装で3機九門装備した。再装点は、どの行格でも可能であったため、大行警報でありながらも、限定的な対空射撃が可能であったとされる。また、使用砲弾は、重量 152kg の SHS であり、実質的打撃力は、在来艦を大幅に上回っていた。太平洋で、作戦展開する級航空母艦の護衛のため、 他の合衆国巡洋艦と同様多数の対空火器を装備している。具体的には38口径5インチ連装療養砲 MK12 を6機、そして日本軍の特攻対策として開発された50口径3インチ連装療養砲 MK33。当初は MK27 を12機搭載し、加えて近接防御用の20ミリ連装機銃12機を装備した。 手法の標準は MK13 射撃完成レーダーを有する MK54 射撃式装置にて行われる。5インチ砲は MK25 射撃完成レーダーを有する MK37 砲射撃式装置によって完成される。また50口径3インチ砲は MK35 射撃レーダーを有する MK56 砲射撃式装置でコントロールする。また創作用として アン、SPS-6C 対空捜作レーダーと SPS-8A 広角速距レーダーを装備する。本級は全長約218メートル満載排水量約2万千トンの巨体を誇る、それまでに建造された最大の従順洋艦であった。ここまで船体が大型化したのは、設計にあたり新型三連装砲の搭載と、 防御力の向上に伴う重量の増加を解決するため、全長、全幅の拡大を図ったためである。基幹出力は従来通り12万軸馬力4、軸推進のままであったが、尖閣の大幅な延長は同時に増波傾向を減少させ、全球のボルッチモア、オレゴン式90順に比べて、排水量が約4000トン増大したにもかかわらず、速力にはほとんど影響が出なかった。 防御面では、原則走行は 101.6mm から最大 152.4mm の厚さを備え、また艦首と艦備の防御区画は 127mm の走行を持つ。水平走行として 88.9mm の主走行に加えその上部に 25.4mm の断片防御甲板を施した。主要防御区画内には断片防御効果を持った。 厚さ約 19mm の ST 構成装甲各壁を備えた。さらに、船体内部には被害区画を分断するため連続した防火扉を広範囲にわたって備えるという念の入れようであった。司令塔部分の装甲は 101.6mm から 165.1mm の厚さを持ち、主砲塔には 最大で2 0 3 2ト、mm、ル、バーベットには1 6 0ト、mm、ルの装甲が施された。太平洋における指摘たる日本海軍の高尾型重巡洋艦の装甲防御力が主砲向2 5ト、mm、ル、水平装甲4 6ト、mm、ル、原則最大1 2 7ト、mm、ルであったことを考慮すると仮に日米両軍の水上戦闘が発生した場合、 攻撃戦において圧倒的に有利であることは想像に難くなかろう。他のクラスと同様に対戦中の水上戦闘で多数の合衆国製巡洋艦が沈没する原因の一つとなった航空燃料による火災の危険性を減少させるため航空機の格納庫は完備に設置された。搭載機はハッチを通して格納庫へクレーンによって収容される。カタパルトは 当初2機装備される計画であったが、結局搭載されなかったようである。というのは、1948年までの段階で、関西ヘリコプターである、シコルスキー補散 S が、従来の水蒸気に代わって、巡洋艦に搭載され始め、1949年には、完全に入れ替わってしまったからである。故に戦後水上艦は、5艦板を、 もっぱら関西低用のスペースとして用いることとなった航空機用クレーンは探偵の上げ下ろしにも大変有益な装備であった。元来の水蒸気を用いた偵察艦としての役割はすでに巡洋艦から航空母艦へとシフトしていたのである。水上戦闘を主任務とする伝統的な重巡洋艦としては本級は優れた火力、速力、対抗性。 防御力を発揮した。少なくとも第二次大戦警の戦闘においては敵水上襲撃部隊から輸送船団や空母任務部隊を護衛する艦として最適なクラスであったと言える。しかしながらミサイル前世時代を迎えた戦後の海軍力整備の観点からすると砲撃による艦隊戦に勝利することを目的に建造された本級は収益時点ですでに休止艦であったとも言える。 加えて、ネームシップである、デモインが収益した1948年11月には、すでに敵水上艦艇との戦闘が正規する、可能性はほとんどなくなってしまっており、この点からしても、本級の登場は遅すぎた。しかしながら、デモイン級3隻の能力は、陸上砲撃任務を通じて、移動砲台としての機能を担ったほか、かつての土球戦艦に引けを取らない規模といようは、 艦隊の機関を務めるには最適なものであっため、1番艦デモインは地中海に展開する第6艦隊機関につき、2番艦セーラムは第6艦隊と大西洋艦隊第2艦隊機関を務め、3番艦ニューポートニューズは第2艦隊の機関を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。